ユベール・デュポンは、フランス、リオン出身の自転車競技選手。2006年から AG n R、ラ・モンディアルに所属。10歳の時に、父が所属するクラブで自転車競技を始める。19歳の時にベロクラブカラドワに加入。2002年、ベロクラブラ・ポム・マルセイユに加入。2003年にジロデッラ・バルレ・ダ・オスタ第一、A ステージで、ベップ氏の フィリップ・デニアントのトリオで優勝。2004年、ベビージロ第4ステージで優勝。2004年、RAGT スマンセ MG ローバーのトレーニーになる。翌年に、RAGT スマンセでプロデビュー。しかしその年限りで、RAGT スマンセは解散。2006年、AG に R プレボワイアンス2遺跡。ブエルタール・パイス・バスコで、三学賞獲得。 グランツールにも出場し、ジロでイタリアでは、第10ステージで4位に入り総合32位。ブエルター・エスパーニャでは、総合40位。2007年、ジロでイタリア総合25位。ブエルターとエスパーニャ総合17位。2008年、ツールド・フランスに初出場。2011年、ジロでイタリア総合11位。ジロでイタリアツールド・フランス・ブエルター・エスパーニャ。 ありがとうございます。